はい、えー、お待たせしました。私がね、この二階幹事長について、記事を読みながらコメントを出すことを、そういう動画を作ることを待ってた方がいらっしゃると聞きましたので、まあ、私もね、作りたかったんですけどね、ついつい後回しになってしまいました。二階幹事長が、政府にケチをつけるな、みたいなことをね、なんかテレビで言ってたよってことだったんですけども、それを見てね、さらにケチがついてきたというね。いや、二階さんね、 ケチつけられるようなことをしといて、ケチつけるのはないでしょうと思うんですよね。それこそね、人のものを取っといて、泥棒って言うなっていうのと全く一緒ですよ、これ。ね、もっと言ったらね、人のことはガシッとね、ナイフで刺しといて、あの、人殺しいって言うなって話ですよ。いや、もうそこまで来てますよ。だってね、自民党の今回のチンタラによってですね、命を落とされた方がいるんですよ。本当にね、何とも思ってないかもしれませんけども、その権力を持つってことは、人の生命を左右するってことですからね。 で私ね、あの、老害って言葉は、実は好きじゃないんですけども、ただ二階幹事長と麻生財務大臣、この2人がいることによって、老害っていう言葉を使うことがね、肯定されてしまうんですよ。だからね、あの、全国の老人を代表としてね、二階幹事長と麻生財務大臣は、ちょっとね、あの腹を切って、詫びないといけないところがあると思うんですよ、これは。自分たちの行動とか言動がね、 老人全部がダメだっていうふうに思わせるようなその代表格になっちゃうわけですから。だから阿部大,大臣とか二階幹事長がいいおじいちゃんだったらね、あ、お年寄りって本当に大切にしなきゃなってなるわけですよ。 だから結局、ケチをつけるなって言って、ケチな人がケチなことやったらケチついちゃいますよね。ということで、えー、いろいろとね、記事を読んでみたいと思います。えー、オリパラの成功が世界中のアスリートの支援につながり、それを見て、えー、挑もうとする世界中の子供たちの笑顔と希望になると確信してるっていうね。あの、二階幹事長が確信するのは自由なんですけども、それを人に押し付けるなってことなんですよ。そもそもオリンピックって二階幹事長がやるわけじゃないでしょ。 あんたは高見の見物、いや、見にもしないかもしれないですよね。ただ利権の金を吸い取って終わりなわけですよ。で、実際に、もうね、人生をかけてトレーニングしてね、怪我に耐えて、えー、そして好きなものも食べずに、好きなこともせずに、一本、この、オリンピックを目指してきたアスリート、そして、えー、オリンピックが延期になってね、で、今回も、選手自体もこれないだろうと思いながら、もう、選手もね、れ気合入んないですよ。こんな政治が絡んできてね、オリンピックを、 邪魔なことをするわけですから、余計なことを。いらい迷惑だと思いますよ。そんなにオリンピックやりたかったらね、あの、森前首相と、それから二階幹事長と二人でやるよという二人で。相撲でも取ってろって話なんですよ。というふうな形でね、えー、この、なんかこう、確信してるらしいですよ、二階幹事長は。まあ、こう語るのは自由民主党の二階幹事長ということなんですけども、81歳ですよ。もう出てこなくていいでしょう、二階さん。フグでも食っててくださいよ、あの、あれと一緒にね、<laughs> 石破さんと一緒に。 うんで、この夏に控える東京五輪って書かないでくれ。もう控えてないから。もういっそなしにしてください。そういうふうなオリンピックにね、金積む余裕があったんだったら、もう医療従事者の方とかね、介護関係者の方とか、そっちの方にもうちょっと目を向けたりとか、それから国民生活支援に向けてほしいですよね。行き届いてない人結構いますよ。パラリンピックの開催意義を熱弁する二階幹事長だが、 見通しは、い前くらいままだ、書いてくれますからあのは、暗いままっていうかね、見通しないんですよ、これは。オリンピックっていう言葉が出る時点でもう終わりですよ、もう。だから、オリンピックがなくってあんで、なんかじゃあどうしようかって考えたほうがね、よっぽど前倒しになりますよ。だからまたね、オリンピックにこだわってるから、後手後手になっちゃうんじゃないですかね。 で、新型コロナウイルスの感染者は、未だ全国で連日5000人前後と書いてますけども、この辺は私あんまりね、そんなに興味がないんですよね、実はすいません。あの、マスコミの報じ方が悪いんで、もうね、興味を持てなくなってきてました、こういうのは。で、五輪開催についても、JOC 理事の山口、あ、そうだ、そういえば、オリンピックが中止になったら、その損害賠償っていうのは、誰が中止の宣言をしようと日本が被るらしいですよね。まあ、バカな契約したもんですよね。 クローズアップ現代で二階幹事長が喋ったのか。うん、なるほどね。ええー、これはみんなやり場がないんですよ。この今の状況をどっかにぶつけて、えー、いきますか。っていう、要するに、国民の不満があ、あの、なんですかね、オリンピックに向かってるってことなんですけども、違いますよ。誰かがね。 なんか杉良太郎とか大貞治と飯食ってるからですよだからそこに怒りが集中するんですよ盗ス人武田氏とはそのことじゃないですか野党の某政党に「責任はお前の政党にある」と言ってみたってしょうがないじゃないですかっていうふうに論点をずらしてるわけなんですよ今ねあのこの武田さんが質問したことと全く違うことを答えてるんですよねえー、もうこの辺はね動画見ていただければいいと思いますけどもね私が今ここでいちいち言おうことではないと思いますけどもまあ改めて言うとするとこういうふうなことを聞いたんですよ 武田キャスターが政府の対策は十分なんですかと。さらに手を打つことがあるとすれば何ですかっていうふうに冷静に聞いてるんですよね。そしたら政府の対策は十分なのかって聞いたら、いや、これで十分だと思ってるんですかね感染者や死亡者を出しとして十分だって言い切るんですかねこの人は。十分じゃないよっていうのが謙虚な姿勢だと思いますし、さらに手を打つことがあるとすれば何,何ですかってことを聞いたら、まだこういうことを考えてますって言えばいいのに、もう怒るわけですよね。何にもないから。 二足三文なわけですよ、政策が。それじゃあ他の政党が何かできますかとか。で、やらしてみたらいいじゃないですか。ねだから手が、もう手打ってないんでしょ自民党じゃ。自民党じゃもうすでに手も足も出ないから、他の政党に何かできますかと。自民党が一番いいことやってるんですよって言いたいわでしょうけども、あのー、まだ、あ、全然足りないと思いますよ。ねだって、打つ手をやめてるじゃないですか。なんか給付金とかね。最悪じゃないかなと思いますよ。で、他の政治家が何かできますかできますよ。 うん。二階幹事長が幅を利かしてるから他の人が出てこれないだけじゃないですか。誰が一番邪魔になってるのか。まさにね、老害って言葉は使いたくないけど、ここで老害って言葉を使わざるを得ないじゃないですか、二階幹事長。あなたのせいですよ。で、どこまで読んだからもうわかんなくなっちゃったんで、ここに行きましょうか。国民のために働くと掲げながら、国民の声に対してケチをつけるなと一周。これが自由民主党です。まさにその通りで、この前もね、姿勢、 表明演説、菅総理のありましたよね。で、野党からいろんな追及がありましたけども、いや、私たちは完璧にやってるって答えばっかりだったですよね。いや、もっともっと反省するべき点とか、もっとこうしたらよかったな、みたいなね、そんなことがないのかなと思ったら、もう全然やってますよ、とか。そんな、全然、記事つけられることは何もないですよ、と。野党の言うことはまたずれですよ、とかで言い出してね。で、しまいには、 なんですかね、一年以上国会で嘘をついたことに対しても、この前お詫びしましたからみたいなね、お詫びしましたからじゃ済まないことがあると思うんですよ。国会っていうのは予算がかかってます。要するに金がかかってるわけですよ。で、大嘘ばっかり垂れてね、えー、それによって人生変えられた方がいるわけじゃないですか。そのことについてね、ごめんなさいで済ませる問題ではないと思うんですよ。もちろんね、あの、謝って済む問題ではないと言ってもね、 謝ることは最低必要です。でもその後で、どんなことをね、やって、爪腹を切るのか、禊を取るのかってことを、やっぱりね、えー、申し上げていただきたいかなと思います。国の代表なんですからね。いや、国の代表じゃなくても言わないといけないですけどね。うん、ということでね、怒り、冷めやらぬところですけども、えっ、ー、と、その他、ここをちょっとクリックしてみようか。ちょっと、ついでです。菅総理、国民一律の言及普及、考えていない、今日の代表質問で。<laughs> ね、考えろって言うの。 考えなくてもいいから実行しろっていうの。金を出せってね。ねだからこういうふうなことをやってるからね、本当なんていうんですかね、邪魔なんですよね。あのと、トイタさんの記事も出てますけども、えーと、これ、菅総理の政策に批判殺到、トイタ社長もダメだし、要するに民間がね、どれだけ知,を知恵を絞って頑張って、その道のプロフェッショナルが道を開こうとしても、政治が邪魔するんですよ。トイタ社長もね、えらい迷惑ですよ。 う本当に、ね、政治が邪魔をしてあのしっかりとした、ねえー、日本の工業支援とか、ね、技術開発ができなくなってるわけですよだから、ね、素人さんが政治を扱うと本当にとんでもないことになるんでう、まあ、自民党はもうそろそろ、ね、その生命力を終わってきたんじゃなないいかなと思いますただ国民が自民党を支持する以上、うん、どうしようもないあの船長が、ね、いつまでもこの日本という船の舵取りをしないといけないというのは、うん、同じかなと思います。 まあ、タイタニックみたいに沈没しなければいいんですけども、もうすでに沈没してるって <laughs> うん、救命ボードが必要ですね。じゃあ、逃げれる方は逃げていきましょう。ということで、えー、二階幹事長のダメ出し発言。何でしたっけケチをつけるな発言。うん、ケチだからね、しょうがないですよね。うん、まあ、飯でも食いに行きゃいいんじゃないですか、二階幹事長は。あの、昼も夜も外出しないでくださいでしょ外出しまくってるじゃない、二階幹事長。ね。えー、ということで、今日は終わりです。ありがとうございました。